スーパーサイヤ人4でブルーのベジータ。めっちゃ見たくない？今日はね、スナップヒーローズ、ドラゴンボール、見て、ドラゴンボール GT、スーパーサイヤ人4。この商品の楽しいところは、このマークがついているフィギュア同士で、いろいろと組み替えが可能っつう、この奇跡ミラコーですよ。そして、ラインナップね、ラインナップ。4の悟空ゲットできたのすっげえ嬉しかったの。でもね、一番の狙いが、今回奴がいるんだよ。俺の大好きなね、ザン。そして、ブロリスト歓喜。おぉ！めっちゃでけえ！この迫力見て！すっげえ欲しくない？もう画像でもデカさが伝わるよね。おぉ！でけえ！パーツの種類はパッと見すごく多く見えるんだけど、まあ実際組み立ててみると、前回のベジータもそうだったんだけど、すっごい簡単なんだよね。基本的にはただパーツをはめ込んでいくだけなので、すごく簡単なんだけど、このね、完成度、素晴らしいよね！やべえ！かっこいい！やっぱスーパーサイヤ人4だわ。そしてこのね、持った感じの重み、重量感、やっぱ大事だからね、重てえな、しかし。4の悟空めっちゃ、髪の毛がね、すごいんだよね、ボリューム。ほら。組み立てて思ったんだけど、髪の毛のボリュームがすごくて、尻尾がめちゃめちゃ可愛いんだよね。尻尾超可愛くない？そして、本日どうしてもやりたいことがあって、ゴビュッシー、ゴビュッシー2、ゴゴ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 ゴドビュッシー3。おおスーパーサイヤ人4ブルーベジータ。わけわかんなくなってんな。なんか違和感やっぱすごい。やっぱね、4はさ、黒髪だね。違和感半端ないわ。これ本当だったら体毛も、まあ本当だったらっていうか、体毛も青くなるのかね。まあ4の携帯でブルーになれるのであれば。ほほほ、かっこよさそうだね、なんかね。うわぁ、ちょっとね、これだけやってみたかったんだけど、すげえ微妙。よっしゃ、ということで、今回はドラゴンボールヒーローズ。よっしゃ、ということで、今回はスナップヒーローズドラゴンボールのスーパーサイヤ人4、悟空のレビュー動画でした。めちゃめちゃかっけえ。そしてこの迫力がね、すごいボリューミーだし。で、次回こそは絶対にもうゲットしてきて、ブロリーをね、売ってなかったらどうしよう。まあネットで買うわ。まあネットだったら絶対にゲットできると思うから、このね、ブロリーでお会いしましょう。めっちゃ楽しみだ。すごいでかそう。なんか腕とかさ、やばくない？これ。見て。めっちゃでかそうじゃない？すごく楽しみ。